高校入試レベル数学、正方形に中にできた角度を求める両問です。では始めましょう。正方形 ABCD の内部の点 E と3点 ABC を図のように結ぶとき、角 AEB の大きさを求めてください。制限時間は60秒です。時間が足りない場合は一時停止をしてお考えください。では解説します。三角形 ABE を右図のように90度回転させて、点 E が写った点を F とするとき、角 EBF イコール90度であるから2点 EF を結ぶと、三角形 EBF は直角二等辺三角形となり、角 EFB は45度です。また三角形 EBF は1対1対ルート2型より、 EF イコール EB かけるルート2で4ルート2センチです。次に三角形 EFC において EC の2乗は6の2乗で36、 EF の2乗足す FC の2乗は4ルート2の2乗足す2の2乗で36、よって EC の2乗イコール EF の2乗足す FC の2乗、つまり三平方の定理が成り立つので、角EFC の大きさは90度です。よって求める角 BFC は45足す9で135度が正解となります。